最初は実は上の段に建てようっていう話が、これはもうもともと上に建物があったから、上の段をこうちょっとずつ建て替えながらやっていきたいっていうのが先生の要望だったんですよ。でそれを何通りかシミュレーションしたんだけど、どう考えてもその患者さんに負担がいくわけですよね。でお金もかかるし、で、まあ、ここがもうどうしようもない土地が、谷があって、どうもここが買えそうだと。ここカフェテリアみたいにカウンターでずーっと料理をこう取ってくれるようになったんですよ。で取ってきてどこでもいいから飯食えるように、で、まあ、外もいいし中でもいいし、で、まあ、こういうでかい木っていうのはやっぱりなぜか人を集めますよね。でここでカラオケ大会やると一番喜ぶ患者さん。だからああいうラッチスがずっとあるのも、後ろには金網のフェンスがあるんですね。ここは救急の入り口、事件とか夜中に急報があってで連れて来られる患者さんが割とおられるんで、あそこに白いルーバーが見えてますけど、あそこが野添ホールです。治療の思想というか治療の哲学がそういうふうないろんな建築にこうきちんと反映されているというかな、うんうん、そういうところでもね、例えば詰所っていうものがその一体何なのかと、要するに、刑務所の監守のようなところでなくて、本当にあの昔の日本でいうその破れ長屋じゃないけれども、うん、台所でいつもお母さんがそこに立っていて、そしてそこを中心に本当にたくさん部屋はないんだけども、そういうだからこそいつもお母さんの温かみがあったり、先生の頭の中にある医療システムの模式図が最初そのままこうプランになってたんだよね。PICU がこの辺にあって、こう、それぞれこうサポートしてとかいう話をこうトッププランに落として、でそれを所有室でこうやっていくととてもじゃないけど、こことここはつながらんとか言って、それをうちのとこやりながら、ホスピタリティとか、ね、おもてなしとか、そういう意味合いでもっての治療空間っていうのあり方、まあ、そうすると、ある意味ではホテルみたいなのでもいいではないかと。でまあ、途中で出したな、小さいホテル作りましょうかね。あれだけ決意したにもかかわらず、そのなんていうのかな、こんなことして本当にいいんだろうかとかね、うん、また昔の伝統的な本当に刑務所のような管理的なその病院に戻ろうとする自分の中のね、保守性っていうかな、それがこう頭を下げてきて、先頭走ってるとマニュアルがないわけですよね。そう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 、だからそれをもう、うん、いつも努力しながら先生でこう、うん、トライアンドエラーしていかなきゃいけないね。相川さんのね、建築の一番いいところは、私は別院の時も思ったんですけど、自然の中にその相川さんの建物があって、で自然をとっても大切に、いかにも以前からあった自然派のようにね、この労働基準局はいろいろ言うけれども、なんか痛いなってね、で仕事を終わっていくとベンチにちょっと座ってね、まあ一息ついて家に帰ろうかなと。なんかギターがやたら増えてたりするじゃないですか。ああそうですね、音楽でしょ、それからねおやつでしょ、生きてる環境っていうかな、生きてるのね、やっぱり時間で生きるし、一日の中の朝の時と昼間と夕方と夕日が来た時の病院も変わるし、季節でも変わっていくしね、やっぱそういうものがそのこう打ち出されたやっぱ病院であるというところかな。Thank you.
扉自体はこう4枚の引き戸になってて、この引き戸を開けると教室からワークスペースから廊下からそれからこの多目的教室までずらーっとこう斜めにこうつながってる。こんにちは、こんにちは。ここに低い作業テーブルだとか、高い作業テーブルだとか、いろんなのを用意しておくと寝転んで作業したり座ったりね。使い方を工夫すればいろんな使い方できるし、何も考えないとどうしていいか分からないっていう感じになっちゃう。一つずつ手洗いと足洗いがついてますから、こっちから帰ってきても裸足でここで教室に入れる。250っていうのは卒業式とかやる、入学式やるときに学校全部が160人ぐらいから入って、卒業生の父兄が一クラス分30人から40人で、先生方が20-30人で、来賓が入って、まあ、250と。斬新的な建物ですし、先生たちの教育の可能性をたくさん秘めることができる学校だと、秘めた学校だというふうに思います。子どもも先生も自分に合った居場所が見つけられる学校空間というのがやっぱり非常に大事なところで、それをもう十人十色皆さん違ってるのが普通だと思うんですね。だからその違ったものに対応できる、どれだけの多様な居場所が提供できるかというか、ここで育ったとか、ここで学んだとか、それからここで集ったということで、心の拠り所になる場所になればいいなというふうに思います。学校全体がおもちゃ箱みたいなもんでね、子どもが遊ぶ道具であり、まあ、その中でそれもお勉強の一種ではないですかというような、まあ、おもちゃ箱を作りましょうみたいな話を申し上げたんですけどね。この学校に勤めさせてもらったおかげでいろんな経験ができました、はい、学校の施設というのを真剣に考えることができた最初の学校。今まではもう箱型で、過ごすのが当たり前というふうに思ってましたので、こういう提案のある学校に勤めて初めて、あ、施設って大事なんだなって、環境って大事なんだなっていうのを感じた。市長もね、はい、熱い思い、教育にかける熱い思いが、そうそうそう、はい、分からない、こんだけやと、まあこれ以上ないけど、まあそういうことしなくてね、それでやってください、頑張ろうよ。だいぶこう茂ってきたから、この木なんか随分大きくなりました。